堺の議員からもですね、これぜひ見に行けよって言われておるんですけども、もうバカバカしいから乗りませんけど、この社会実験でこれやってるんです、SMI の三原ラインって言ってね。で、ただただ南海バスが三原区役所まで行ってるんですけども、もうガラガラらしいです。全然人が乗らんよと。いうことのようです。まあ大体この時間を見ても、まあこんなんやったらひょっとしたら乗るんかな。で、そもそも日中にですね、能登からこれどこ通っていくんかわかんないですけども、三原区役所通るということはこう時間は通るはずなんで、となればですね、中野俊子府議がコストコの社長と友達やからコストコ引っ張ってくるって言って変な異名地みたいなとこへね、そないして言うてたという話があるんですけど、まあ、息を吐くように嘘をつくというのが中野さんの得意技のようです。フライトアテンダントのですね、コスプレでまんまとタレント弁護士にですね、維新に入れてくれということを取り入ったというような、そういう話もございますけれども、で西田市議なんかも議会の中で言うてましたよね。なんかモノレールを引くやったかな、路面電車でしたかね、どっちだったか忘れたけども、わけわからんことを言うて中間のところのですね、モノレールの延伸を三原まで持ってくるんやというようなね、そんな話も議会の方でスライドをわざわざ使ってやったというような、そういうバカバカしい、あれ枕にも何もならんだけどね、そういう話もございましたけども、そういうような前段を経てですね、三原までなんとかこれをやりたいということで社会実験としてやってるんですけども、いかにこれが税金の無駄遣いであるかということですね。もうガラガラすぎてですよ。でしかも道はここで混むとこれね、三井の社長は中野府議は友達なんですか、コストコというふうに聞きましたけども、三井と間違えたんですかね。ララポートが今来てますけども、ララポートのせいでえげつない混んどるわけなんですけども、でこのガラガラのやつをこれやってですね、やったんだけど人がおらんからやっぱりやめますわというようなことは目に見えてわかるんだけど、こういう無駄遣いを、財政危機宣言を、まああれも嘘なんですけどもね、財政別に危機でもないんですけども、そういう宣言をしてるさなかにですね、こういう無駄遣いをするわけです、このバスですね。プロジェクトというふうに書いてますね。このバスが行くわけですけども、今お二人のお客さんが乗り張りましたね。どうなんかというか聞いてみましょうか。この運転手の人で乗ったことあるの？すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、これお客さんってよう乗りはります？いや、ちょっと分からない、運気をちょっと初めてな、ね、いや、議員がね、見に行けて言ってね、私言われて、まあ、たまたまいてはったからね、見てんだけど、もうガラガラやから、こんなもう税金の無駄遣いも限りないって言ってね、議員なんか何人もの議員が怒るわけですよ。維新がやれやれ言うてるから南海バスに乗ってさしてるけど、誰があんなもん乗るんやって言ってもう12月だからなったらもう次はこれなくなるでしょうね。しかも道混むでしょ、あのアウトレットでね、今ね、あれ喉のとこからは内間も多少通りはるんですよね。そうですね。ですよね。ほんまにこのパチンコ村のとこからパチンコの村のとこ曲がるんですよ。あはいはいはい、大変ですやん。でそっから混んでるらしいです。まともに混みますよ ね。大変大変、右折するのが混むらしいです。あんなとこへ路線引くなやと思うんですけど、すいません、ありがとうございます。こんな感じですということで、やっぱり乗れへんかったでしょ、ね、職員の方に聞いても乗らないんですよ。だからこういうのははっきり言うて無駄遣いなんです。維新の議員こそがですね、これに乗ってね、それ中野さんでも西田さんでもですね、お乗りになられてですね、どれぐらいのお客さんのニーズがあるかっていうのを初めにやっぱりこれ分かってからですね、これだけのお金、結構なお金使ってるはずなんですよね。だからそれでやらないと、これただやったら乗りますよ。ただじゃないですからね、もちろん間違いなくね。でしかもこれこっから堺から乗って降りられへんのですよ。これ堺東も降りられへんし、これ何ここまで新金のとこまで降りられへんの。新金のとこ降ろしちゃってくれよ、ほんまにね。
どこもかしこもみんな下ろさないんですよ、家で。お降りになれませんからね。下ろしちゃってくれ、ここも。これなんて思う、これ。細い池橋っていうの、これもう下ろせよ。それやったらまだね、堺から三国ヶ丘の間で乗る人ってそらおるかもわかりませんよ。新金井行くのに堺からね、新金井ってなかなか行きにくいから、堺東からでもバスは出てんのかな。だからそれは理解はするんだけども、わざわざこんなことしてお客さんが使いにくいようにしてですね、ほんで大泉緑地のとこで降りてわざわざ新金の方へ戻らなあかんようなね、そういう道を通らなあかんようなことにしてるわけですよ。もう大失敗ですね。いかにだからバカバカしく大失敗かということをお伝えをいたしました。もうこれもう乗らんでいいよね、乗らへんよほんまに、バカバカしいからね。